良くも悪くもといったところです。はい。そうですか。嬉しいです。別に嬉しいからって笑わなくても良いと思いますが。笑った方が可愛いのですか？別に私は可愛くなくたっていいです。そんなものでしょうか。社長、至急社長室へお戻りください。本社よりお電話です。はい。本社は何と言ってきたのでちゅか。本部長クラスになると政治のために莫大なお金が必要でちゅからね。
おはよう、タカヒロ。冬葉にあげて。いいから渡して。はい。そうですね。嬉しいですが、それが何か？そうですね。何ですか、これ。花ですか。なぜ鈴木さんが私に花を渡すのでしょうか。私を？なぜ私を心配していると花を渡すのでしょうか。そうしたいから。送りたい。美しい。わかりません。よくわかりませんが、でもなぜかこのお花はとても嬉しいような気がします。プレゼントですか。祝福の品ですか。そうですか。鈴木さんにお礼を言っておいてください。はい、そうですね。
これといって荷物はありませんが。明日はここから出勤し、終了後元の部屋へ戻ります。はい、ありがとうございます。冬葉ちゃん、明日から仕事に就けるそうでちゅね。それで本部長の件はどうする気でちゅか。でも完治というわけではないでちゅか。私の方からもなんとか働きかけてみまちゅ。いろいろと大変でちゅね。あなたという人は。そちらも頑張ってほしいでちゅが、仕事の方も頑張ってくだちゃい。おはようございます。仕事中ですので。みたいに仕事もしないでブラブラしているよりはマシだと思います。それで何かご用ですか。そろそろ仕事が始まる時間ですよ。こんなところで油を売っている場合でもないでしょうに。別に嫌いでも好きでもありません。上司は上司でしかありませんから。とりあえずお仕事に戻られた方がよろしいのでは。ですか。はい、それはどうも。何かの嫌がらせですか。私の後をついてきて気が散ります。
構です。何の嫌がらせですか、人を追い回して。あのように追いかけられたら逃げもします。これで仕事に集中できますね。諦めたのかな。もう昼休み。人の背後に回って缶ジュースを頬につけるなんて趣味が悪い。いただきましょう。少し喉が渇いていたところですから。サンドイッチ？なんでこんなにいろいろとしてくださるのですか？そうですか。なぜですか？そんなことは知りません。勝手に責任を感じられても迷惑なだけです。別に不調なことはありません。所長もいい加減私を監視するのはやめていただけませんか？